でおすすめスポット軽井沢に新型アウトランダーで行ってきました。ハンドルを交換したのでシステム故障もバッチリ直りました。行きの燃費は 34.2km ととても良いです。軽井沢で1回充電して帰った時の燃費は 26km で相変わらずとても素晴らしいです。新型アウトランダーは5人の旅行でも対応できます。少し狭そう。そんな時サンルーフが開放的になるのでおすすめです。今回の一番のおすすめは蒸れおかきです。バーナーで炙って食べた味噌バター、とても美味しかったです。
ようになった怖かったシーン。さあ、お前気になんないでしょ。なんかこのサイズ感良かったよね。
ちゃあ、ね、まだいいんじゃない？ここ行って。うん、thank you.
かないだろう。はい、行くよ。はい、チーズ。マエルやも取らない。私は取らない。ケチャ。え、じゃあマナーもクソもね。落ちるよ、それ。本当。いやいや、本当に先に。まあ。もうね、俺は豆かじりついて。スプーンも。ちょっと寒すぎ。ここ凍ってほら。これかいな、晴れこれ。でもこっちの方が。いや、ちょっと行きたいね。Thank you.